皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、グレンの波動を使います。ベラッタで相性が良好になったと噂の、ギブの継承者との組み合わせだぜ。いわゆるギブグレンというやつですね。お相手は近頃話題の、王者の熱唱。環境の一角になりそうってマジ？乱世に秩序を敷く日まで。そう猛徳は歩みを止めん。いいマッチングですよねこれ。そうそうそう、非親子に相手は炎症ですよ。幼馴染の激変に焦ってないといいが。大戦、よろしくお願いします。そしてなんだこの適当な配置は。適当じゃないです。上昇を中心に槍と弓を、交互に置いたらこうなったんです。それを適当って言うんだよね。爆心が危ない。今助けるぞ。伏兵を恐れない力って何なの。ただの力ではありませんからね。ハンマ力二郎はお勉強もできます。しかも攻撃正気に計算だからな。伏兵を共に潰してきやがる。原作通りの活躍ですね。恐ろしい。内乱を諦めつつ工場だけでも止めましょう。逃避が言ったか。もっと早めに桜に入れてやらないと。ですね、許してくれ逃避。右は不計算を下げつつ上昇を出して、中央戦線は武闘派二人に頑張ってもらいますか。当人、いつもと違って復活が遅いからな。簡単に落としてやるなよ。もちろん、学信と喉も生存させてみせます。いやこれ学信危ないぞ。なんの、猛将学信を舐めてもらっちゃ、困りますね。どうということもありません。やるじゃん。総陣を戻しつつ、不計算を一瞬出して、上昇は右端に置きます。いやなんでだよ、置いちゃダメだろ。炎症頼む、ここは一旦見逃してくれ。それでいいんだ。予定通り内乱だけで許してもらえたな。はい、ギリギリ許容範囲です。というか右はこちらが圧倒的に強いんだがな。すべて緑次郎が悪いんですよ。こちらのデッキ、最高武力は上昇の7ですからね。あんなのが近づいてきたらどうしようもないってか。そういうことにしてください。さて、ここから最初の契約を打つまでの間、デッキの話でもしましょうか。こちらのデッキの軸は戦術の通り、ギブグレン、総比のギブの継承者にはもともと、制圧力が下がる効果があったんだが、エラッタで制圧低下が削除され、親父である曹操のグレンの波動の効果を邪魔することがなくなりました。もともとの制圧力も高くて、さらに気力依存も高いから曹操の使いとも、相性抜群なんだよな。我は軍勢総比、ギブを次、天に立つ。俺が力なき者どもを支配してやる。総比のギブの継承者は英傑号令、控えめな武力上昇が長時間継続するギブ契約の王様とも言うべき号令です。さて、ここからグレンの波動を使えるまでは部隊を落とさないように守っていかないとな。はい、一部隊でも多く生き残らせて親父の号令につなぎます。え、なんか幼馴染が呼んでるけど乗らないで上昇、戻って。時は来た、我が波動、今こそ爆心戦。仮想炎症の王者の熱唱は強化妨害、本効果は挑発プラス自己強化で、そうそう、赤を選ぶとさらに武力が上がり、乱戦速度も上がります。なんてこった。呼ばれたらほぼ助からんな。そうそう、軸のデッキには漏れなく刺さるでしょうね。さすがは幼馴染といったところ。あ、しかもこれ近況講習も取られるでん。大変まずいことになりました。熱唱は最低火力を狙い撃つので、避けられないこともなかったんですが、まあそうそう絶対は仕方ないとして、近況講習は守れたんじゃないか。炎症の槍を消そうと突っ込んでみたんですが、槍も消せずに二人とも撤退。仮に消せても同じ結果になっていた気はする。ですね。そしてここからがさらに問題で、他の部隊が落ちることだけは避けたいが、かといって炎症の縄文も入れたくない。城持ちに分5国家の槍兵ですからね。一発入っただけでも致命傷です。そして地上最強の生物が突撃マウントを仕掛けてきているわけで、ちなみに仮想炎症は本家にはない主将機、迅速向上を持っていますよ。ぞえー、なんつう隙のないスペック。唯一名義かぶりだけが問題視されていましたが、それを押しても流行るくらいには強いな。そしてついに最悪の事態が、おい、なんでここで総陣を出すんと。総陣、上昇と近況攻守の復活まで、あと5秒というところで起きた悲劇です。ひどすぎる。ありえんのはうちらのプレイングだぜ。今の画面の正解は総陣の弓を炎症に当てつつ、欲が離れたところに総陣を出す。だったと思うんですが、まず総陣の弓が炎症に届いてないし、学信の勢力もまだ残ってたし、そして肝心の総陣は炎症にぴったり乱戦。大戦でやってはいけないことの全てを詰め込んだような一幕でしたね。これが隊員のリアルです。隊員に怒られるぞお前。これだけ部隊が落ちてしまうと、もはやギブグレンと呼んでいいか微妙ですね。いや完全に崩壊してるだろ。ギブグレンを見に来た人に謝りなさい。この度は本当に申し訳ありませんでした。ここから先はギブグレンの動画ではなく、ちょっと強いグレンの波動の動画となります。まあ最初からこうなる気はしてたよ。ちょっとあなたは味方してくださいよ。多分視聴者も思ってたぜ。で、ぶっちゃけ勝ち筋はあんの？あります。なんたってグレンの波動ですからね。優勢状態で連打できればいつでも勝ち気を作れるパワーがあります。一応総比と学信にはギブも残ってるしな。その通り、諦めるにはまだ早い。さあ入軍カモン。炎症、さっきはよくもやってくれたな。やり返してやるぜ、親子の絆受けてみろ。乱世を滑る時は今、そう猛徳に続け。さて問題はお相手の対応。炎症の槍は消えてるな。挑発で刺さる心配はなし。挑発抜きでも強い契約ではありますが、やはり来たか、翼次郎。
最高武力は誰だ？曹操か？いや、爆心ですね。ギブの効果が残ってるので、ということは地上まで引っ張るのは無理。いや、爆心にぴったりハリップということは、ご明察。奴はここから上昇の突撃を一切避けることができません。うおー、突撃の時間だ。あ、でも飛び出し迎撃には注意だぞ。いえ、それも多分大丈夫。炎症撃破、コーランは左に、さらに運営は工場を仕掛けに来てますからね。総猛徳の突撃、歯止めものなし。打ち破れ、打ち破れ。今どんくらい減ってんだこれ。さっきまで見えていた欲の体力ゲージが、爆心に隠れて見えなくなっちゃいました。まあ我々としては爆心の兵力の方が、大事ではあるんだが、あ、撃破しました。やったぜ。そしてお相手の宝具は間違いなく待機でしょう。当然ここで切ってくるよな。ですが、ヨフジロウは刻印を2つ持っていますから、再起を使っても復活まで15秒かかります。ということはここで復活してくるのは、交換と炎症だけ。ということは、はい、これはアンコールがありますね。とまず爆心の縄文で逆転。いやおい、爆心、あんまり刺激するんじゃない。奴が張り切っちゃうだろ。ロックンロールの王者が。そしてお相手の友軍は田中ですね。これは友軍カードを忘れたかな。田中もガチ友軍なのでなんとも。ともかく、やはり始まったな、アンコールが。選択は当然赤、スーパーランテンタイムです。時は来た。我が波動。今こそ爆心戦。挑発の対象は曹丕か。曹丕、恐れる必要はない。我々の波動を爆心するぞ。乱世を滑る時は今。だがすでにギブは切れてるし、これだけでは武力が足りないぞ。足りないなら次足せばいいだけの話です。宝具解放。これでも武力は一歩及びませんが、こちらにはリジェネがありますからね。残りは18カウント、稼げないようじゃないぜ。一応上昇を盾に爆心を戻せないかチャレンジ。見れば主上が楽になるが、いや、これは助からないかな。仕方ない、よくやってくれたぜ。お前のおかげで逆転できたぜ。ありがとな。一家戦士にせ。そして不敬さんもダメですね。すごい速さで溶けてったな。戻せれば最後に不敬の追跡を打てた可能性もあるんですが、このカウントならギリギリ復活できるか。そして運営、そこまでだ。さらに上昇を走らせて内乱を取ろうと思ったんですが、お相手の指揮は後を以上残ってるよな。はい、なのでここから不用意に走らせるとまた熱傷で打ち取られてしまいます。かえって主導した方が安全だな。ですね。というわけで騎乗、なんなら内乱も入るんじゃないかな。やったぜ。これは炎症の縄文が入っても逆転しないくらいの差じゃないか。さらに総人、最後の力を振り絞って欲を引きつけてくれています。総人、お前ってやつは、あ、やべ、おーい、水差してんじゃねえぞ。やめてくれ本書、幼く頃からの仲じゃないか。時は来た。我が波動、今こそ爆心戦。カヌだったら見逃してくれるぞ。いや、その人カヌじゃないんで。この鬼、悪魔、絶好だ。お前とは迎撃も取られていく。ああ、総人も落ちる。これでヨフもこっちに来るな。あれ、これちょっとまずくない？いや、なんとかなるんじゃないかな。炎症には爆心を出せますし、ヨフには近況講習が間に合いそうです。残りカウントだと向上できるのは炎症だけか。最悪中の最悪ですが、炎症の向上が入っても逆転することはない？ないはず。爆心が起きるぞ。爆心、いや、早すぎでしょ。カウントがなくてよかったな、本当に。対戦、ありがとうございました。まあ、不敬の追跡もありましたからね。全然焦ってませんでしたよ。声震えてるぞ。震えてない。というわけで以上、グレンの波動でした。ギブグレンとは何だったのか。ご視聴、ありがとうございました。